500円で6プレイやっていきます。よし、OK、じゃあ納豆狙ってきます。もうちょっと奥、本当だ、いやいいかも。イエーイ。はい、一発でゲットしました。やったー。あとはピンク狙ってみる。ピンク、じゃあ、あのピンクの狙ってみます。どうする、チョンやる、チョン、チョンもチョンだよね。こっちもチョン、合わせてこっち右の爪で引っかき出すような感じ。いいじゃん。いいじゃん。がっつり。最高。あ、いいじゃん。最高。むかむか。またこっち側でやる？同じ、今と同じ。足が過ぎちゃったから、もう転がすように。よし、はい、ゲットしました。あ、気持ちいい、ゲットしました。やったー。ということで、引き続き2回残ってるからチョコ狙っちゃいます。そうね、じゃあこっちのアームで引っ掛けるようにしますね。いきます。ちょっとラムネにも使うかな。後ろだな、後ろでしょ、こうやってスルッと落ちるようにするから、するから後ろだといろんな引っかかりがあるけど大丈夫か。ちょっと一回やってみよう。いいよ。またチョコ狙おうか。やっぱりね、こっちの爪のが強いみたいなんだよね。ああ、オッケー。ラムネとラムネとこれが真ん中ぐらい。そう。じゃあ行きます。こういうこと？で、どうする？真ん中をする？真ん中？ああ、いいんじゃない？私はわかんない。ということで、今回はいつものゲームセンターピコのクレーンゲームで2000円チャレンジをしました。めっ
取れました。本当にね、自分でも今本当に今夢なんじゃないと思ってるんですけど、何個だろう。ということで、こちらまたご紹介動画あげますので、そちらも見てみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターとあおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。